かに騒がしくなった。職の張飛、すでに説得できた張飛らに事情を説明させれば交戦は阻止できる。しかし復帰は彼らを出陣させるのではなく自ら戦場に赴く。それはある人物の戦を好まぬ、その人物はオロチが世界を融合させて以来一度も人間の前に現れてはいなかった。だが人間がその人物と戦場でまみえれば必ず厄介なことになる。だがそれはいずれ通らなければならない。戦場におるのは職と徳川の将官、説得できれば奴はどうやらおらぬようじゃ。奴もなかなかの石頭じゃな。おっちゃん何ブツブツ言うてんねん。はよダッキちゃんの敵をやっつけに行く。おう、ビキ健康じゃのう。もう、うちはちっちゃないっちゅうね。必ず勝ってみせるわ。大きなことよ。本来の目的を忘れておるようじゃな。じゃが言葉での説得は難しかろう。ここは戦うのが最善かのう。引くしかないようだな。敵将討ち取ったわ。朽ちるまで戦う所存。では旋回の軍勢、やはり奴が気負ったのか。おお、旋回からの援軍か。この機を逃してはならん。一気に攻めるのだ。ここまでか。撤退せよ。遅くなってしまいましたか。でも私たちが来たからにはもう大丈夫です。さあ人間たちを滅びゆく世界から救いましょう。腰を上げよって厄介なことになったの。あなたの傷はもう癒えましたよ。さあ、もう山に来なさい。なんと戦海軍の奇襲か。おお、体中に力がみなぎってくる。これが千人の力か。
であれ、私には許せません。待て、シノ。それはじゃな。この石頭にも話を続けるか。一段と冴えておいでですな。その戦ぶり、手本といたします。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。ことが、そのまま負けではない。聞かねばなりませんね。おっちゃんおらんかったらこっちのもんや。いっくでやってくれるの。その強さ、わし以上かもしれん。私は信じる道を行くわ。頑張ってる感じがええな。うちの心をぐっとわしづかんで離さへん。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいな。引かねば。敵将、討ち取ったわ。その戦ぶり、手本といたします。私は倒れるわけにはいかない。かぐやが時を超え、ダッキの過去に戻り、人とは敵対しているものの、そんな人間の思いに気づかないとは。私はまあわしも一度戦うまでわからない。あなたに慰められるのは複雑ですね。そもそもこのあれは仕方なかろうが。なあなあ、おっちゃんら何の話？
して。いえ、こちらのことですよ。ともかく討伐軍の事情は分かりました。ちょっとやりすぎたかしら。お主ならとっ